玉えのスーパーハラワタは、吉本興業企画の中編青春コメディ映画。監督は、植田新一郎。2018年4月、第10回沖縄国際映画祭に出品された後、同年10月20日より、劇場公開。劇場公開時の同時上映作品は、耳かきランデブー。2019年8月28日発売の DVD。 上田新一郎ショートムービーコレクションに収録。吉本工業が2011年から制作している各地を舞台とした地域発信型映画の一つ。本作は埼玉県埼玉市、埼玉商工会議所、埼玉観光国際協会などの協力を得て制作され舞台となった埼玉市の魅力をアピールする内容となっている。映像作品を制作することを取り扱った。 作品であることから、本作と同じ上田新一郎監督の映画作品に、なぞらえて、女子高生版、カメラを止めるな、との呼び声もある。また、上田自身も、過去の短編映画、テイク8とも合わせて、撮る人3部作と表現している。脚本は監督の上田が執筆。舞台となる、埼玉市を実際に取材してから、脚本の執筆に取り掛かり、 現場を見てから脚本を書くという手法は初の体験だったという。埼玉市の3地域それぞれの特産品をうまく取り入れられないか悩んでいる。上田自身と主人公とを重ねて脚本が書き起こされた。撮影は2018年1月28日から2月1日にかけて大宮盆栽美術館をはじめとした埼玉市内のみで行われた。3月29日に納品。 監督、編集の上田は、本作と、同時期に、短編映画、清掃戦士、スーツレンジャー、短編 VR 映画、ブルーザーマル VR 始まりの空の撮影、編集にも携わっていた。劇場公開の際には、初公開時から、再度編集と、声音が行われている。二千十八年四月2日、島全部で、大きな祭りが20回沖縄国際映画祭で、 初公開された。同映画祭では、同じく地域発信型映画である、純木七死農家の青年に、トラックが襲いかかると、喜びの激煙突のある島で、の2本と同時上映。当初、映画祭終了後は夏に、埼玉市内の一部映画館で特別上映が行われる予定だったが実際には行われず、 光 TV の大阪チャンネルプレミアムパックの一作としてのネット配信と同年8月8日に行われたイベント上田新一郎福田美雪夫婦監督傑作戦で上映されたのみだった。本作の監督上田新一郎のカメラを止めるなのヒットを受け女子高生版カメラを止めるなとの呼び声もあったことから一般上映を期待する声が高まり 同年10月20日からの劇場公開が決定。イオンシネマを皮切りに全国順次公開予定とされ、地域発信型映画の全国上映は本作が初めて。本作と同じく地域発信型映画として2017年に制作された耳かきランデブーが同時上映される。なお、耳かきランデブーは上田の妻の福田美幸が脚本、監督を務め、 上田自身も助監督として参加している。埼玉県を舞台にしているためか、上映館は埼玉県内の映画館が多く、うちに館は埼玉市内の映画館だった。一方で、同時上映の耳かきランデブーの舞台である群馬県内の映画館での上映は行われなかった。劇場公開終了後、2019年8月28日発売の DVD。 上田真一郎ショートムービーコレクションの収録タイトルの一つとしてソフト化されることとなった。埼玉市浦和区に住む浦野玉江はホラー映画やスプラッター映画が大好きな映画監督志望の女子高生。市の観光課職員から埼玉市の PR 映像制作の依頼を受け、最初は全く乗り気れなかった玉江だったが、内容は何でもいいと言われたことからがぜんやる気になり、 血まみれの映像を撮ろうと画策する。しかし、制作の話し合いの場では、浦和のうなぎ、大宮の盆栽、岩月の人形といった PR する特産品をめぐり、3地域の担当者による大喧嘩に発展してしまう。左から上田新一郎、工藤綾の白石友愛キャストの村田綾は、埼玉市出身で埼玉観光大使を務める。 シズルの池田和馬も埼玉県出身である。また、エキストラには埼玉市民が参加している。ありがとうございます。